はい、ミスターシモです。今回プレイステーション4版のファイヤープロレスリングワールドでミスターシモハイという企画を今準備してますので、そちらの説明の動画をちょっと公開します。大会のルールはブログで載せてますが、私のこのミスターシモというオリジナルレスラーと、あとザ・ミック、この二人のオリジナルレスラーと戦ってもらいますと。皆さんが作ったオリジナルレスラーで戦ってもらいます。で、参考までにですね、ミスターシモってどんなレスラーかっていうのはここでちょっと、ね、公開しておきますね。はい、スキルこんな感じですね。割と普通ですね。なんと駆け上がり持ってます。はい、まあ使わないんですけどねで、パラメータこんな感じでかなりね弱いんですけど、エンタメ耐性とラフ耐性がありますので、そこだけまあ注意ってわけでもないですけどね。あのね、ミスターシモというレスラーはエンタメ系のレスラーにはやたらとね、意地向きになるっていうキャラ設定がありますので、忠実に再現してます。はい、普通にやればね勝てると思うんですよね。で、今回この須尾和也っていう私が作ったオリジナルレスラーで実際にやってみます。ミスターシモハイと同じ流れでやっていきます。コンピューターレベル8、ゲームスピード150の CPU ロジック戦です。で、クリティカル確率発生普通になってますので、そこだけご注意くださいということですね。で、進行の仕方はミスターシモとまず戦う、そしてザ・ミックと戦うと。で、このゲームは終わった後に試合内容を試合評価という形でゲーム上で、評価されますが、そのポイントをもとに、あとは私が加点したり、勝ったらプラス20ポイント、ボーナスポイントがあったりして、その試合評価をベースに、参加者の皆さんで誰が1位か決めるみたいな、優勝か決めるみたいな大会ですね。勝ち負けじゃないという、まず一つ。と、まあ、試合評価をベースにするんですが、あんまりね、そうするとこうゲーム的な動きが多くなるのも面白くないなと思って、ですね、ゲーム上の試合評価と別に私がミスターシモ評価点という形で、ちょっとボーナスポイントを加算するんですよ。それはですね、ゲーム的にはあんまりその試合評価っていう形につながらなかったけど、私が見ててプロレスっぽいなと思ったり、あと、なんかこだわりとか愛が感じられるムーブとか、一連の動作の流れとか、技の使い方とか、技構成とか、そういったものにね、ちょっと送りたいなと思ってます。まあ私の評価が入るってなると、ちょっと皆さん抵抗あると思うんですけど、なんていうかね、救済措置だと思ってほしいんですよね。ゲーム上では評価されなかったけど、評価したい部分っていうところには点数をガガンと出しますので、人の目で見て面白い試合はね、やっぱりね、もったいないと思うんでね、必ずしもそれがね、ゲーム上の評価につながるわけじゃないじゃないですか。このゲームの試合評価ってチェックポイントをいくつ満たしてるかっていうところでどんどん加算されていくので、試合が長引けば長引くほどこう有利になるんですね。あんまり長いともしかすると、あれなのかもしれないですけど。だけど、なんかね、短い試合でも面白い試合って僕はあると思いますからね。短いけどまとまってたなと。はい。そういうとこですね。あとはですね、まあ私の好きな、こだわりを感じる部分というところを、このね、デモンストレーションのこの動画で、なんか、あ、こういうとこ見てみつよっていうのを教えたいですね。まあ今のとこは普通かな、というとこですね。まあ大会のルールについてもう一回触れておきますか。まあ試合評価がそのままポイント化されますと。試合評価 70% だったら、あ、私ね、今みたいなミサイルキックはすごく好きですね。はい。ミサイルキックってプロレスラー以外は使わないと思うんですよ。街で喧嘩してる人がわざわざ高いところに登って、ミサイルキック打つかっつったらね、打たないと思うんですよね。避けられた時のリスクとか考えると普通やらないじゃないですか。だからいかにもプロレスっぽい技っていうのは私好きですね。
プロレスでしか見れない技っていうのは好きです。あ、いいですね。こういうのもいいですね。アピールしてからあのダイビング攻撃に行くとか、なんかこう見せ場がここなんだなっていうのがお客さんにも伝わるっていうんですかね、ここを見てほしいんだよっていうのが伝わってくる。あとはこういうのですね、ヘッドバットした後はここが違うんだよみたいな、まあこの使い方間違ってるんですけど、アピールうまく絡めてくれると嬉しいですね。こだわりすぎる必要ないですか。で、ゲーム上だとこのね 2.9 の攻防っていうのはかなり試合量が高くなると思うんですね。なので 2.9 の攻防が連発で熱い試合だったから私の試合評価点が高くなるってことはあんまりないですね。それはもうゲーム上で試合評価として反映されるので 2.9 の攻防の数はあんまり気にならしないでください、これね、必然的にこれがね連発すると高い評価点になりますからね。この試合はなるかは別ですね。この試合は実力差がある2人がやってるんでちょっとね、もしかしたら試合評価点出ないかもしれないですけどね、あんまりね。はい、ちょっと話が飛び飛びで申し訳ないですが、まあ、試合評価終わった後 70% だったら70ポイントと、でもしミスターシモに勝ちましたら皆さんのオリジナルレスラーがさらにそこにプラス20ポイントで、試合、私の試合評価点というのは30ポイントまでマックスつくので、1試合あたりの、獲得できる最高ポイント期待値は、100たす20たす30で150ポイントですね、まあ、マックスになりますと。でそれをザーミックを、なっちゃったな別の人たちでザーミック戦でも行うので、150たす150は300ポイントが、まあ、あれですね。マックスになると。それに、全部終わった後に、各個人賞みたいなボーナスポイントもつくんで、300超えることもあるかもしれないですけど、はい。試合評価68%低いな。で、この場合は68ポイントプラス、勝利ボーナスが20ポイントと。で、まあ、今ぐらいの試合展開だと、なかなか評価点つけるの難しいですね。ほとんどつかないと思ってください。かな、まあ、ミサイルキック、難しいですね。今の流れだと。まあ、ほどほどかな。そんなにこうね、プロレス愛を感じる展開っていう、なかったような気もするしね。はい。で、次はザミックと戦います。ですね。ミスターシモは、パラメータが弱いから、一方的な試合になっちゃう可能性があって、試合評価が稼ぎにくいんですけど、ザミックは180ポイント使ってる割には、割とあの、いろんなところで締め技とか、ホールとかしてくるんですよ。だから、意外と、一方的な試合でザミックが押してると、コロッと終わっちゃう可能性もあります。なんていうんですかね、こう、ザミックが、一応目指してるものが、昭和感をちょっと残したレスラーってところで、今の平成になってからこうプロレスのトレンドとして必殺技で決まる試合が多いじゃないですか。あ、この技が出たら終わりだよっていう、まあ、ミックもスピアってい う絶対的な技があるんですけど、ただそれ以外の技でも決めますよっていうちょっと昭和感のあるレスラーを目指してるんですよね。はい、なのでジャーマンも使うし、締め技で勝つこともあるし、サソリとかですね、サソリ型のとかでも勝つし、なんならヘッドロックで勝つこともあると思います、多分ミックは。でそれなりにパラメータも強めに作ってるんで、まあ皆さんが普通に作ってきたレスラーだったら互角にやり合ってくれるんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけどね。はい、パラメータはね、ミックはね、ちょっとあえてね、ゲーム性を面白くするために公開しませんので、まあ、こんななんじゃないかなと。まああんまりね、このイベントに向けて対策練ってくる人なんてそうそういないと思いますけど、皆さんが作ったレスラーね、そのまま出してくれればいいです。そしたらね、あ、いいですね、こういうヘッドロックのやり合いみたいな、まあ、たまたまなんですけど、あ、熱いですねこれね熱い展開来ましたね。こういうのはもう試合評価つきますね。ゲーム上だったね、ただね、これは評価点に、試合評価にならないでしょうけど、私の試合評価点今みたいなね、偶然こう同じ技でも攻防が続いたりすると出ます。はい、あとですね、ブラックドラゴン、
ほんとね、ザ・ミックは下手するとしょっぱいって言われるリスクもあるぐらい、こうね、バックドロップ連発したりしますからね。お、いきなり行っちゃう、あ、行っちゃいましたね、ヒスピアンの。あれとかは、結構流れを考えて、見栄えを考えて今みたいな展開にしてるんですよ。ガーンとこうマットに叩きつけてから、スピアに行くみたいな。なんで、ああいうのも、皆さんのオリジナルレスラーで、もうね、技のつなぎが秀逸だなって思ったところには、評価点がつくと思っておいてもらっていいかなと思います。ただ、まあ、わざとね、30ポイントまでしか私の評価点はつきませんので、あんまりね、私の評価点を恐れる必要はないと思うんですよね、あとは。あくまでね、ちょっとした遊びの範疇ぐらいでやってます。勝敗をこう大きく左右する要素にはなんないんじゃないかなって僕は思うんですけどね。はい。ちょっとね、今のところミックの方が攻めすぎちゃってるかな。バランスは良くないな。もうちょっとね、スーの方が攻めるとか見たいですけどね。ムーブも見たいんだな。今、パンチ連打してますけど。そんなにね、パンチ確率高にしてないんだよね。このゲームね。マジックってわかんないですからね。何が出るかね。お、いいですね。バーカーがいいですよ。ミサイルキックいいですね。私好きです、ミサイルキック。ほんと。お、ちょっとね、こういう技を使っていくと、必殺技が派手に見えるんですよ。あえてね、普段の技でそんな派手すぎることしない。まあ、必ずしも自分自身がつってんじゃなくて、メリハリをつけることが大事なんですね。見てほしいところと、そうじゃないところを作れないと、ずっと見てほしいところだけだとお客さんと疲れちゃうんですよね。で、私がね、意識してほしいのはお客さんの目です。逆に言うと、お客さんの目を意識した、技構成だったり、ロジックを組んでる人は、評価高いです。はい、文字通りだよね。お客さんの目は大事ですよ。プロレスラーたるものね、やっぱりね、自分と対戦相手だけじゃなくて、お客さんとの戦いもあるんでね、そこは意識してほしいですね。あとパンチ連打とかね、しょっぱいですけど、残念、ちょっとしょっぱい試合になってますけど、大丈夫かな、決まっちゃうんじゃない、あー決めちゃったか。ちょっとスオーの攻め手が少なかった気がするな。私好みな攻防はね、ヘッドロックとかありましたけどね。ちょっとこれだと 77%、まあそうですね、こんなもんでしょうね。77ポイントプラス勝利ボーナスはなしで、ミスターシモ評価点はね、今の流れだったら10何点つけてもいいんじゃないかな。それぐらい加算されます。なんでね、ミスターシモ評価点はあくまでも救済措置ですね。ゲーム上での評価はあんま高くなかったけど、人の目で見たら面白かったよっていうお客さん目線でつけてきますんで、あんまり怯えることはないと思います。はい。まあ、そんな感じで進んでいきますので、皆さんぜひですね、興味持たれましたら、Twitter、ブログ等にコメントお願いします。では、ありがとうございました。